では水を使って核運動量の実験をしてみます。用意するのはターンテーブルの上に置かれた、たらい、その中に、トレイを用意しています。水が入っています。でこれを、たらいと一緒に回転させると、で中央には鉛筆が刺さっていますけど、これは線になってます。この鉛筆を抜き取ると真ん中に穴が開いて、そこから水が流出していくという状況になります。では実験してみます。まず回転をさせてみます。よく回転させて中の水が確実に回転するまで待ってみます。回転がある程度落ち着いたところで、コーヒーに入れるクリームの粉ですね、これを振りかけて水の流れを観察できるようにします。ちょっと粉をかけてみましょう。はい、そして鉛筆を抜いてみます。そうすると排水が始まります。はい、回転が足りなくなったら少し回してみましょう。水は穴に向かって流出していきますけど、外側と中央付近でどうでしょうか。そして栓を抜くと、栓を抜くと排水が始まります。中央に向かって水が流れていきます。中央に近いところほど早く回転しているということがわかるかと思います。これは台風とか竜巻あるいは低気圧というものが中央に流れが吸い寄せられると回転が速くなるという現象と同じです。